白いカーネーションだ。カーネーションって赤のイメージがあったけど、白も綺麗だね。かなで、カーネーションが好きなの？ああ、私がっていうか、私のお母さんが好きだったんだ。よく家に飾ってたの。だから、お墓参りに行く時も、買うのはこの花なんだ。そっか。あ、ごめん、こんな話して。ううん、気にしないでよ。僕が勝手にしんみりしちゃっただけだし。でもやっぱ花はいいよね。見てると落ち着くっていうか。あ、花畑とか行ってみたいな。ラベンダーとかひまわりとか綺麗だろうな。花畑、そういえば昔お父さんたちに連れて行ってもらったの。え、花畑ってカーネーションの？うん、確かこの辺りにあるんだ。こんな街中にも花畑があるんだってびっくりしたな。へえ、確かに意外だね。楽しかったな。天気も良くてみんな笑ってて。ねえ、かなで、その花畑、一緒に探してみない？え？この辺りにあるんでしょ？花畑がある場所なんてそんなに多くないし、きっとすぐ見つかるよ。でも、外は雨だし、大変じゃない？大丈夫、大丈夫。今日はお気に入りのレインブーツ履いてるし、たまには活躍させてあげなくっちゃね。ありがとう、水木。じゃあ、まずは宮益坂公園に行ってみよっか。あそこは昔からあるし、結構広いし。うん、行ってみよう。近くの公園片っ端から回ってるのに、全然見つからないな。うん、もしかしてこの辺りに花畑があったって私が思い込んでるのかもしれない。ごめん、雨の中付き合わせて。僕は全然大丈夫だよ。だからもうちょっと探してみない？もしかしたら駅の反対側とかにあるかもよ。ううん、本当にもういいよ。一緒に探してくれてありがとう、かなで。そっか、ごめんね、力になれなくって。でもまたいつか一緒に。あ、いつかっていつだろう。僕はその頃まで奏たちと一緒にいるのかな。瑞希？あ、なんでもないよ。ちょっと考え事しちゃっただけ。この後帰るんなら、かなでは駅の方に行くんだよね。だったらこの公園突っ切って行っちゃおっか。うん。にしてもこの雨嫌になっちゃうよね。最近ずーっと降ってるし。まあ、雨が止んだらいい曲も思い浮かぶかもね。かなでもそんなに悩みすぎない方がいいよ。何かあったらまた遊びに行こう。そうだね、その時はお願いしようかな。でも今日は瑞希のおかげでいい気分転換ができた。ほんと？よかった。実は今日お見舞いに行ってたんだ。お父さんの？うん、お父さん倒れてから何度も記憶が混乱することがあって、今日は私が生まれる前の話をしてたの。その顔がすごく幸せそうで、そんなお父さんの笑顔を私が奪ったんだって思ったらすごく苦しくなった。かなで、その時思ったの。私は早く真冬を救える曲を作らなくちゃって。それができないなら、
ここにいちゃいけないって。だけど瑞希がいろいろな場所に連れて行ってくれたから気持ちが楽になったんだ。だからありがとう瑞希。ううん、奏、奏はきっとお父さんを傷つけた自分が許せなくて自分を罰するみたいに曲を作り続けてる。そんなのもうやめなよって。奏は一つも悪くないよって言いたいけど、きっと奏は誰に何を言われても曲を作ることをやめないんだろうなってわかる。ならせめて。ねえ奏。ん？奏はまだ誰も救えてないみたいに言うけどさ、少なくとも昔の僕は救われたよ。え？僕ね、結構ちっちゃい頃から生きるのって大変で嫌だなって思うことがあってさ、で中学くらいの時に本当にもう消えた方が楽なんじゃないかなって思った時があったんだ。でも奏の曲を聴いて思ったんだ。この曲作ってる人も僕と同じなんだなって。だからもうちょっと頑張ってみようって思えたんだよ。瑞希。あ、雨弱まったね。もうすぐ止みそうじゃない？うん、周りの人も傘閉じ始めてるね。やったー、雨ってあんまり長いと気分も落ち込んじゃうしね。そういえばこの近くに僕のお気に入りスポットがあるんだよね。雨も止んだし、ちょっと寄っていかない？瑞希の。行ってみたいな。どんな場所なの？秘密って言いたいところだけど、隠すほどの場所じゃないから行っちゃおうっと。この近くにある噴水広場なんだ。そばに花壇もあって綺麗なんだよ。あ、ほら、もう見えてきたよ。あそこ？って、あれ？あの花壇、もしかして。